次に仕事。仕事そのものはやっぱり大事ですよね。会社によって何年後かに気づくことがあるんですが、自分が何をやっていたかわからない。何のスキルも身についておらず、転職もできない。将来性がない。キャリアパスも見えない。こういった会社は最悪ですね。でも給与は高い。それならいいっていう人もいるかもしれません。こういったことが入る前に分かればいいんですが、中に入って揉まれて何年も何年も経ってからしか分からないことがあるんです。この仕事で見るポイントは、若い段階から裁量権がある、仕事内容を選択しやすい、または一緒に考えて自身に合った仕事内容を任せてくれる、成長を実感できる、役割分担が明確で集中できる環境、意見を言えて反映される、良心や常識に従って仕事ができる、市場価値のある専門知識が身につく、人材育成重視の OJT が行われている、キャリアパスが見えやすい、社内外を通じてネットワークを築ける、人材のネットワークですね、適度な新陳代謝がある、これはある程度一定数辞めていったらある程度一定数が入ってくるような、そういった新陳代謝のことですね。会社内での新陳代謝という意味です。差別がなくフェアである。グローバル化、IT 化など環境変化を積極的に取り入れている。これ全部あったら本当に素晴らしい会社なんですが、なかなかないと思いますので、この中で自分が大事にしないといけない部分をチェックしておきましょう。この中の深掘りポイントは、規制があるかないか。若者は規制がない、のびのびしたところがいい、老人は規制ががっつりあって守られたいっていう傾向があるみたいです。ここでいう規制っていうのは、いわゆる参入障壁みたいなことです。自由競争ができるかどうか。例えばお酒を販売するのに昔は免許が必要で、その免許自体がすごく取りづらかったんですね。今では全然考えられませんが、酒類販売免許を取るために他の酒販店との間に一定の距離を取らなければならない距離基準や、地域の人口に応じて酒類販売免許のパック数が決められている人口基準とかもあったんですね。今ではドラッグストアでも売っているので考えられませんが、そういうことによってお酒売ってる側からしたら他のお店と競合しなくてよいので売りやすいですよね。こういった規制があるところとないところ、ある業種とない業種だったりっていうのがあるっていうことですね。岩盤規制なんて言われる農業やテレビ、電気ガスなども一定の規制で守られてますね。あまり守られすぎると競争原理が働かないので生産性が低くなったり、国際競争力のない業界になってしまったりするんですね。そういった面が浮き彫りになってくると政治が絡んでくる。規制がなくなったり逆に厳しくなったりすることが起こるんですね。建設業の中でもこの規制は複雑に絡み合ってます。役所工事と言われる公共工事もしっかり規制があります。経審や入札参加の格付け、工事の点数化などもまさにこういった規制の一部です。建設業系の勉強をされてこなかった方には全く聞き覚えのない言葉ですよね。公共工事は入札で決めることがあるんですが、この格付けで入札に参加できる企業が決まっているんですね。例えば1億円の工事を私1000万円で受け負いますって言っても、その格付けに入ってなかったら入札できないんですね。民間でも元請けが選ぶメーカーからしか仕入れることができなかったり、ちょっとした既得権益規制みたいなものはありますね。逆に全く規制がない部分も存在します。ハウスメーカーは皆さんお客さんが選びたい放題だったり、なので5年前まで無名だったのに今はすごい有名なハウスメーカーになってるっていうところはありますよね。自由競争だと頑張り次第で一気にナンバーワンまで駆け上がれちゃったりするんですね。オープンハウスさんなんてまさにそんな印象あります。他にも今は DX 化で建設業界を取り巻く IT 関連企業っていうのがたくさんありますよね。そういった企業はシェアの奪い合いをしていたりしますね。展示会などに行くと本当に知らない企業が多くなりました。こういった規制が効いている仕事をしているかどうか、または今後どうなのか、こういったことも考えられている会社なのかどうか、自分はどの方向が合っているのかしっかり考えておきたいですね。次は職種は何かです。
就職する上でその企業名で選んでしまうのではなくて、その会社の中にある職種、どんな仕事内容の部署があるのか、またその人数はどのくらいいるのかの中身をなるべく細かく調べておけると良いですね。例えば設計事務所っていう名前なのに営業の仕事をしている人が50人中40人なんて会社もあると思います。建設会社でも中には設計部門のある会社もあれば全員現場監督って会社もあったり、営業が1人だけいたり 80% が作業員なんて会社もあります。どちらが社内の出世コースなのかとかも重要ですね。例えば積水ハウスでは営業が社内の出世コースであり、支店長は営業から選ばれるような仕組みになってました。設計や施工と営業は今まで分けられてたんですね。また営業がどこまでするのかとかも重要ですよね。打ち合わせ、提案、簡単な図面まで書いて 3D まで起こしたりっていうところまでが営業マンの仕事っていうところもあります。そうかと思えばお客さんを捕まえてきて、あとは現場監督が打ち合わせを主体で進めていくとか、設計がまず話を進めていってプランがしっかり固まってから現場監督と設計の2人で打ち合わせを進めていくなんて会社もあったり、仕事内容が本当に様々です。なので営業をしたかったって思って入社しても思ってたことと全然違う、間違えましただと悲しいですよね。次は商品の差別化ができているか。商品の差別化ができているかどうかで営業の難易度も全然変わってくるんですね。例えばテスラの車は今は差別化がすごいできているので販売しやすいかもしれませんよね。また規制がしっかりあるのであれば、先ほど言った規制ですね、守られているような場合であれば差別化はなくてもいいかもしれませんし、ルート営業が中心の B2B 営業だとお客さんとずっと付き合っていくので住宅販売の営業とはまるで違いますね。こういった差別化があるかどうかっていうのは営業目線ではすごく重要になってきます。次に最新技術を取り入れているかどうか。今は様々な業種で IT 化だったり DX 化進んでますよね。同じ建設業界の中でも進んで取り入れている会社とそうでない会社はあります。中小企業ではその差がすごく激しいです。若い人が全然いなくて DX 化が全く進んでないなんて会社もあるんですよね。そういった会社はもしかしたら若い人にはあまりおすすめできないかもしれません。なぜかというと、そういったことをしっかり覚えてないと将来に必要なスキルっていうのが全く積み重ねできませんから。昔ながらのやり方だけ知っていますだとちょっと厳しくなっていったりするんです。逆に今まで全く DX 化進めてませんっていう会社さんは差別化ポイントになりますので、今こそ進めてみてはいかがでしょうか。ただ導入には細心の注意を払った方がいいと思います。なんとなくやらなきゃで始めてしまうと、ただただ仕事が増えただけで残業がめちゃくちゃ増えましたってなりがちですので、まずは仕事を減らすこと、そして導入するっていうのがセオリーですね。続きまして、会社の規模は適正か。小さい会社は果たしていいのか。これってどうなんでしょうかね。建設業界はまだ45万社もあるので、もちろん小さい会社はたくさんあります。皆さん、小さい会社で働くメリットって何があると思いますか。新卒でも中途転職でも一度は考えてみても良いかもしれません。まずはメリットの方からですね。小さい会社のメリット、幅広く仕事ができる、これはあるかもしれませんね。幅の狭い仕事っていうのは業務が細分化されている状態ですね。例えば提案図面ばかり書く部署であればお客さんの顔って見えないですよね。そうするとそういうやりがいにつながらなかったりっていう恐れもあります。次に個人の影響力を持ちやすくなります。自分の役割が幅広ければその分裁量権を持つことはできる。そうなると影響力を持って自分のペースで仕事ができたり、いろいろな方と関わる自分が会社の窓口みたいになったりしますので、その分責任感を持って仕事に取り組めます。地域密着である。地域密着で仕事をされている業者は多いと思います。専門性の高い会社が多い建設業界では地域密着でやることによって一定のニーズがありますよね。その地域の事情をしっかり把握して地域の担当者とコミュニケーションがしっかり取れている業者っていうのはまだまだ必要ですよね。
近場で仕事をこなしていくイメージなので、移動時間も少なかったり、そうすると効率も上がるんですね。次に人次第で学べる。あえて人次第と付けさせていただきました。自分のレベルは付き合う人間の平均値で決まるなんて言われています。仕事時間ってすごく長いですよね。それだけ長い時間を仕事仲間と過ごす。そうするとその分影響を受けます。大きい会社では人間ガチャなんて言ったり、人間関係がコロコロ変わったりすることがあると思うんですが、小さい会社であればそういうことはない。ある程度人間関係が固定されているイメージなので、例えばメンターみたいな人だったり、尊敬できる人が近くにいたりするとすごくいいですよね。逆にデメリットはというと、休みが取りにくい。少ない人数で営業していれば当然忙しい時に人手が足りない。一人欠員が出たらもう休みにくいですよね。そんなこともあります。給与が低くなりがち、これもありますね。人数が少なければ当然効率が悪くなってしまったり、競合が多いので会社としての利益は出づらくなることが多いです。人数多くて役割分担ができていれば作業スピードが上がったりするっていう効率も上がりますよね。また人数が多い分競争力がなかったりするんですね。競合がいれば価格競争になりがちですからね。規制がある環境であればそういった競争原理は働きません。次は人間関係が問題。最終的には人間関係になっちゃうんですね。人間関係が悪いから違う部署に行きたいなんてことは無理なんですよね。人間関係の悪い会社だともう辞めるしかなくなってしまう。次にスケール感が小さい。比べるとですが、やはり大企業と比べると成し遂げるもののスケールが小さくなりがちですね。なので企業理念とかもこじんまりとしています。最後に新陳代謝がない。規模が小さいと新しい人が定期的に入るっていう環境ではなくて、欠員が出て初めて新しい人が入るってなりがちですよね。あとは規模感ですね。規模感もなぜその規模で営業しているのかっていうのも大事ですよね。それぞれ適性はあると思いますし、規模のバランスってすごく大事です。それぞれの業種で証券エリア、ターゲット、競合、将来性などを踏まえて、どういった人がいて、どういった仕事をするのか、理想が常に考えられている会社で、その規模でっていう会社であれば、大きさは関係なくなります。逆にそういったことを考えずに、搾取だけを考えているような経営者であれば、転職はすぐに考えてもいいですね。従業員はつべこべ言わずに働けみたいな社長がいたら最悪ですね。そして生活、仕事と生活、これが両立できないと仕事を辞めざるを得なくなるので、生活についてしっかり考えられていることはやはり重要なんですね。